こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は 1.5 周年魔王流祭パート4スカウトということで、はい、またね、新しいガチャで、先日のイベント、まあ、皆さんもね、やってると思うし、僕も動画を散々アップしてきましたが、イフストーリーということで、破滅の未来リムルっていうね、まあ、言い方を変えれば闇落ちリムルがイベントでね、出てきたわけですが、なんとそのリムルが早くもガチャで登場ということで、ちょっと早かった。出るだろうとは思ってたけど、2周年の時に来るのかなと思ったら、もうこのタイミングで出しちゃうんだっていうね、驚きでしたね。まあ、皆さんもびっくりしたでしょうけど。はい。ということで、先ほどですね、まあそのガチャの内容ね、一部公開されましたので、まあその辺のお話、新しい、リムルの性能解説、そして新ガチャ引くべきかどうかという話。で、完全版の性能評価についてはですね、明日また実装されてから、スキル2とか特性とかがね、判明し次第、解説したいと思いますので、とりあえず、今の現状のね、現段階での性能、解説というところで見てみてください。で、僕の動画はいつも通り長くなると思いますので、長いなと感じた方は最後にまとめもね書いておきますので、そちらまで飛ばしていただいても構いませんので、ぜひね、じっくり聞いてくださるという方はこのまま、聞いてやってください。ということでですね、早速見ていきましょう。はい、破滅の未来リムルテンペストということで、今回は地属性の物理型のキャラということになっております。で、これに関しては、まあ、1.5 周年のキャラがね、全員物理属性で、かつ、敵に関しては地属性弱点のね、空属性ということで、まあ妥当かなと思うんですけど、まあパッと見ね、まあ単純な見た目だけで言うと圧倒的闇属性なんだけどね闇属性ではなかったね。あくまでやっぱこの 1.5 周年に合わせてきたという感じでしょうか。はい。で、その肝心な性能、まず奥義からいくとですね、敵単体に通常ダメージの 490% の地属性物理攻撃、奥義ゲージ 200% で極み奥義発動痕に変換、ダメージ 1.5 倍ということで、内容的には、パート2スカウトの時に出てきたギーと全く一緒。なので、ギーに並ぶ地属性キャラでトップクラスのアタッカーと。いうことになるかな。単体奥義フィニッシャーっていう意味で言えば、まあギーと完全に一緒。ただ、まあ違いで言えばスキルかな。スキルの差があるので、まあ完全に、どちらかっていうと、あれかな、最終的にフィニッシュ打つのはギーになってくると思うんですよね。やっぱスキルの関係上ね、どうしてもまあギーの方が、火力スキルになっているんで、まあそういったことになってくるとは思うんですけど、まあ仮にギーを持っていなかったとしたら、リムルがね、一番の、地属性の単体奥義フィニッシャーということになってくると思うので、まあ、ギー持ってる方でもね、もちろんのこと、リムルはね、使えないということでは全くないので、はい、そこら辺は安心してもいいと思います。ギー持ってない方でも、使えるし、まあ、ギーがあろうがなかろうがって感じか。はい、まあ、変わらず強いですよと。そして、まあ、ポイントは、一番のポイントここだね。スキル1。こちらレベルマックス時コスト25ということで、地属性または空属性の奥義ゲージ 20% アップ。ここまではね、まあ、いいんですよね。今までにも、まああったような内容。全然。これぐらいだったらね。ただ、やばいのがこの下で、味方の過去スキル発動回数ごとに 10% アップ。最大 100% まで。やば。やばいね。やばすぎですよ。これは超、えぐいね。元が 20% ということなので、つまり8回だね。8回発動する、味方の加護スキルが8回発動した時点で 100% 奥義ゲージが上がることになるんだよね。で、もちろんこのリムル自身が地属性なんで、もちろんリムルは確実に、まず、バフというか奥義ゲージアップの対象になって、他の2人の、全員出てるね、2人のキャラのが地属性か空属性であれば、奥義ゲージが上がってくれるということなんですよ。これはかなりやばいぞ。やばい。まあちょっとね、条件は厳しめではあるんだよね。一応ね、地属性と空属性しか使えないっていうのが、まあこれが最大の条件であり、デメリットっていうことになってくるので、少なくともこの地属性とか空属性パーティー以外だと使い道ねえよって話になってくるんだけど、まあでも地属性か空属性であれば、でさえあれば、爆裂に強いんだよね。加護スキル発動回数ごとっていうのも、まあパーティーによってはね、ネックになってくるかもしれませんけど、やっぱバトル中何回も加護スキルって
使うよね。特にチャージ型の編成だと、まあ最近の本当に 1.5 周年のパーティーで言うと、ね、カゴの魔装甲に変換して、ほぼ毎ターンのようにカゴスキル使っていって、まあ先日アップしたね、それこそダメージ貢献ランキングのクエストにおいてもですね、まあ相当数使ってるよね。僕も8回から10回ぐらい普通に使えるので、6ターンあれば、まあうん、まあ6ターンというか、まあ6ターンから8ターンぐらいあればね、使えたりするので、それを考えると、まあひたすらに強いで、これができることによって今までできなかった立ち回りもできるようになるんだよね。具体的に言うと、例えば、武勇祭であったり、今回のようなね、ダメージ貢献ランキングみたいなクエスト、どれだけ決められたターン数でダメージを出せるかっていうターンリミットみたいなところだと、今までの大まかなね、考えで言うと、最後の6ターン目か8ターン目に、貯めておいたね、極み奥義、最後に打ってバフ乗せてドーンみたいな、ね、それで終わりみたいな感じだったんですけど、これがあると、奥義をもう一回分余計に打てたりする可能性も出てくるんだよね。まあそれこそマソコンの運ゲーだったりとか、もちろんそういったことにはまあ左右されるにしても、しかもこれが思ったよりコスト軽い、25で打てちゃうので、初期コストが。なので1回これ打って2回目でも45しか使わないので、これなかなかやってることすごいよね。で、例えば、途中のターン、まあ3ターン目ぐらいっていう想定もしてもですね、まあ1ターン目はさすがにカゴスキルは打てないので、まあ、2ターン目でカゴスキル2発打って、で3ターン目でもう1発打つ。で、この時点で、このもう、加算、30% 分加算されてるんで、3ターン目で3回打った時点で発動すれば、奥義ゲージ 50% アップなんだよね。ってことを考えると、もうその時点で3体のキャラ奥義ゲージ一旦溜まるよね。少なくとも全員にいるキャラはね、リムル含めて。で、そこでまあ、ああそっか、3ターン目でこのスキル使っても奥義ゲージ溜まったことにならないから、次の4ターン目か、4ターン目で奥義一発打って、であとまた5ターン目で、カゴスキルとか、まあまあまあ、また何なりで溜まってくでしょうから、まあそういったことも考え、ただ問題はあれか。途中でその奥義ゲージ打っちゃうと、奥義の発動コンで、カゴスキルの6コンボとかできなくなって、ちょっと循環が悪くなるとか、そういったことは生まれてくるのか。ってことはあるけど、ちょっと6ターンだと窮屈か。6ターンだとその考えだとちょっと窮屈だけど、ただ、まあ6ターンのターンリミットとかだったら、圧倒的に極み奥義はでも溜めやすいよね。なんか結構運ゲーに頼ってたから、3体極み奥義貯めるってかなり運ゲー必要だったからさ、それがこれ、このスキルがあるだけで相当一気に解消されちゃうっていうところを考えても、うわぁ、これは欲しいな。で、まあほんとターンリミットの8ターンだね。多分、月末の武勇祭、月末っていうかもう今週末にあんのかな、武勇祭あるのかな、もしかしたら今週末か来週かに武勇祭あると思うんだけど、そっちは多分ね8ターンのターンリミットだと思うんだよな。ってなってくると、さっき言った、途中で一発奥義挟んでも、最後の8ターン目にまた極み奥義貯めることができるみたいなところで、まあダメージの相当伸ばせるよねっていう、そんなことは普通のね、今までこのリムル以外では多分できなかったと思うんだよね。理想、まあ本当に理想的な魔装コンが手札に来ればできたのかもしれないけど、ちょっと厳しかったよね。3体の奥義を1回打って、また8ターンで3体の極み奥義貯めて打つみたいなことは。いや、これはちょっと環境変わるな。ランキング上位で狙いたい方は。これもう必須級と言っていいでしょう。このスキル1だけでも。はい。まあそんな感じだね。だから とりあえず地属性また空属性って書いてあるんで。で、今回ね、1.5 周年は一応地属性弱点のクエストで出てきましたけど、また今後ですね、また一周回って空属性弱点の月もやってくると思うんですよ。そういったところでも、このリムルさん入れてあげれば、奥義ゲージ貯めて、また各種ランキング戦で活躍できるとか、まあそういったことにもつながってくると思うので、いやー強いな。まあただ本当にデメリットもう一回言うけど、これ地属性か空属性に限るので、それ以外だとマジで使えない。
おまけについてるやつが敵全体の防御に板 20% ダウンなんで、まあいらないね。これだったら他の、バフとかデバフのキャラ採用した方が火力はもちろん出るので、はい。なんでちょっと範囲は狭いけどね、局所的だけど爆裂に強いっていう結構極端な、性能なのかなという感じです。で、あと、気になるところでスキル2だね。これがスキル1がやっぱこういうね汎用性の少なさなさっていうところなんですけど、スキル2次第でちょっと話がちょっと変わってくるよね。どうなんだろうと思う。ただ、今月 1.5 周年のキャラのスキル見るともう結構出尽くししてる感があるんだよね。で、そこ でもう残りの可能性で消去法で考えるしかないんだけど、まあ一番可能性として高いのはやっぱ加護の変換スキル、あのちょっとギーに似たような感じで、また3枚変換系、技能1枚の奥義2枚を加護に変換、ギーの逆だね、ギーの逆パターンの変換で出してくるか、あるいはあのスキル1が地属性と空属性指定なので、スキル2もやっぱ地属性と空属性指定のバフかもねとか思ったり、地属性空属性バフでもいいよ、地属性空属性の属性攻撃力を一旦 40% アップぐらい、まあ2属性だからね、これ 50% にしたら他のキャラが何なんだよって話になっちゃうから、それぐらい、あるいは使用するたびに加算されるタイプかな。なんか一回コスト15ぐらいから始まって、使用するたびに地属性と空属性の属性攻撃力が 10% ずつアップとかみたいな、まあ、10% でも 15% ずつアップぐらいみたいなものか、まあ、あるいは使用するたびに、奥義の威力、奥義威力のバフかかる、あのあれだね、あのオクタグラムのルミナスみたいなやつ、まあ、ルミナスは回復がついてるから、まあ、あの倍率ってこともあるんでしょうけど、まあ、単純なただの奥義バフ、回復なしのね、オクタグラムのルミナスの回復なし版みたいなやつとかってことは考えられるよね。スキル1で奥義ゲージアップだからさ、奥義バフがついてても特に違和感ないよね、使用するたびのやつね。はい、いや、まあいずれにしても今僕が今妄想で言ったスキル2次第なところでもあるんだけど、どうなんだろうね。変換スキルだったら結構汎用的に、ただスキル変換目的で入れるみたいなこともできるけど、あとあるいはあれだね、使用するたびに奥義バフみたいな、まあオクタグラムのルミナスの上位互換みたいなやつ出ても全然おかしくないからね、別にガチャで出たって全然いいわけだからね。はい、ということで、まあ長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきかどうか、はい、ということで今回の、まあ、驚きのリムルさんでしたが、空属性地属性最高の奥義ゲージ供給マンという立ち位置ですかね。これはもう完全に環境変わります。あの普通の高難度とかだとね、別にいてもいなくてもっていう感じはするんだけど、別に極み奥義を使う必要性があんまりないからね、そこまで必要性はないかもしれませんけど、あのやっぱ各種ランキング上位だね、武勇祭にしても、さっきこの間のダメージ貢献ランキングにしても、あとまあその他、まあでもあれ英傑杯はどうかわかんない、英傑杯はちょっと使わないかな、わざわざあれ本当に短期決戦だからそこまで重要度はないと思うけど、まあ、やっぱ武勇祭とかダメージ貢献ランキングで、上位に入りたい方、まあ、あと楽したい方に関しては必須級になってくるのかなっていう気がします。もう圧倒的にぶっ壊れだね。今までは、極み奥義とかね、そういったことを貯めるキャラとして、まああのトレーニーさんとか、あるいはゲルドとかね、そういったキャラを駆使している方が多かったと思うんですけど、もう完全にそれらを超えてきた、余裕で軽々と超えてきた。だってトレーニーさん攻撃力、最も攻撃力の高い、味方の奥義ゲージ 35% アップで、単体だからね、単体の奥義ゲージ 35% アップするところを、今回のリムルさんなんかはあのカゴスキル3回使うだけで、あの味方全体に、空属性と地属性の味方全体に 50% の奥義ゲージ付与するみたいなことよなおかつ8回使ってれば 100% 付与だからね。もうそれだけで奥義ゲージ次のターンマックスまで溜まってるわけだからね。これそれを2ターン続けるだけで何も魔装痕消さなくても極み奥義溜まっちゃうんだから
しかもコスト25使って次のターン45だからね、バカだよなんてコスト70で極み奥義溜まっちゃうんだから3人分、これはまあぶっ壊れだよ。どう考えてもぶっ壊れオブぶっ壊れだよね。やっぱこれすごいわ。ハーフアニバーサリーと、あと、まあ、闇落ちリムル、すごいの出してきたなという気がします。ただ、まあ、デメリットね。この間のですね、僕のガチャの爆死した時に、ビオレにも言われましたけど、やっぱ最悪の代償があるわけですよ。最悪の代償として、空属性と地属性以外だと使い道ないんで、全く。今のところ、スキル1だけだとね。なので、空属性、地属性パー、まあ特に興味ないかなみたいな人にとっては、もう本当にただの、ベンチウォーマーというかね、ボックスの番人になるだけなんで、ここら辺がちょっと難しいところである。特にまったり勢の人ね、ランキングとか全然興味ないんですとか、これからも特にやる気ないですとか、そもそもキャラ全く揃ってないですみたいな人だと、この、リムルだけ一体いたところでっていう話になってくるので、正直そんなに無理して取る必要はないのかなって気がする。汎用性狭いからね、とにかく。この間みたいな仮面の勇者みたいな、爆裂な汎用性とか、ギーみたいなね、奥義とか会心バフとか、変換スキル持ってるような万能的な、キャラと比べるとだいぶ狭いキャラになってくるので、まあちょっと無課金とか美課金勢の人は考えた方がいいんじゃないのかな。美課金勢はまあ引いた方がいいか。無課金勢の方だね。無課金勢の方はちょっと考えた方がいいのかなっていう感じはしますが。はい。まあそんな感じだね。あとは明日実装されてみて特性と、それからスキルに次第というところですが、まあとにかく引くべき人はもう確実にいるので、ランキング上位入りたい方はもう絶対引いてくれ。はい、といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。